韓国で発生した乗用車とタクシーの衝突事故。彼らは路上で示談を試みますが成立せず、乗用車の運転手の家に向かいます。しかし彼は最初から示談する気などなかったんです。2022年12月25日、韓国キョンギドパジュ市、恋人の自宅アパートを訪れた女性はいつものようにその家の飼い猫を可愛がっていました。もうそろそろ餌をあげないとね。女性はそう言って微笑むと、猫の餌を探そうとクローゼットを開けました。すると、何この匂い。クローゼットを開けると同時にその場に広がった鼻をつくような異臭。女性は思わず顔をしかめます。そしてその匂いの原因はすぐに明らかに。女性が目をやった先には大きな旅行用のカバンが。それを見た彼女は思わず腰を抜かしてしまいました。カバンから人の手が出てるじゃない。タクシー運転手を殺害した男、イ・ギヨン。彼の犯行は恋人の通報により明らかになりますが、そこにはさらなる闇が。イ・ギヨンが手にかけた人物は、その運転手が初めてではなかったんです。おそすけんちゃんです。ニャンニャンコです。ヤミさん、僕昨日ね、幸運のタクシーってやつに乗ったんですよ。何そのタクシー。普通にね、アプリでタクシー呼んで乗ってたんですよ、で、そして運転手さんが、幸運のタクシーにご乗車いただきありがとうございますって。俺なんかこの後殺されるのかこわこわ。そしたらなんか四角い年始みたいな渡されて、幸運のタクシーです。で、このタクシーは都内に5000台あるうちの7台しかないと。何パーセントかちょっと計算難しいけど、すごいタクシーに当たったんじゃないの。で、他のタクシーと何が違うんだけど、アンドンあるじゃん、上についてる。あれがピンク色のやつが都内7台しかない。で、その乗るとですね、特に何にももらえないです。なんで。でもなんかこうちょっとハッピーな気持ち。まあちょっとハッピーな気持ちになる。そうそう、狙いは何なのかしらね。だって5000分の7って結構な確率ですよ。でも人によってはそれに乗りたくって一日中ピンクのアンドン探してたりするんじゃないの。まあどうだろうね。アプリじゃないと呼べないとかあるのかわかんないですけど。ああ、その可能性あるよね。だってじゃないと見つけたらピンポイントで乗れちゃうから。ね、めちゃくちゃ乗りたいってなるわよね。これを乗った時思ったんですけど、別になんかそこで何か得たとかじゃないけど、いつこうラッキーなことが来るかわかんないなって、プラス、まあ、よく言うじゃないですか、チャンスが来た時に掴めるのって準備してた人だけだよっていうのあるじゃないですか。で、より一層頑張ろうってね、思いましたよ。何事も学びに変える男ね、あなた。皆さんもね、もし幸運のタクシー乗った人いたりとか、これからもし乗ったよって人いれば、ぜひね、コメント欄で教えていただければと。本日ご紹介するのは、そんなタクシーにまつわるお話なんです。今回の事件は韓国で起こったタクシー運転手殺人事件について。よくよく考えてみるとさ、タクシーって見ず知らずの人と二人きりになることがほとんどじゃない、これもう相手が悪かったらさ、運転手にとっても、乗る人にとっても、何が起こるかわからないよね、密室よね、めちゃくちゃリスキーよこれ。まあ、実はですね、犯人はね、タクシーのお客さんではないんですよ。ただ見ず知らずの人を殺害したという点ではまあ一緒ですね。ではなぜ犯人はタクシー運転手を殺害してしまったのか。ここでのヒントは犯人の金遣いの荒さにあったんです。クリスマスの日、犯人の自宅を訪れていた彼の恋人、そこで彼女があるものを見つけたことから事件は明るい。クリスマスの悪夢。2022年12月25日、韓国キョンギドパジュ市、クリスマスの朝、恋人のアパートを訪れた女性はその家の猫の餌を探していました。確かクローゼットの中にあったわよね。そう言ってクローゼットを開けた女性、その瞬間彼女は思わず息を止めました。そこには無造作に置かれた旅行用バッグ、そしてバッグの隙間から不自然に飛び出した人の手。悲鳴を上げた彼女の脳裏に最悪のシナリオがよぎります。恐る恐るバッグに近づき、ジッパーを開けてみると、そこには変わり果てた男性の遺体が詰め込まれていたんです。嘘でしょ、一体何が。混乱と恐怖の中、彼女は震える手で警察に通報。被害者は60代男性とみられ、身元は不明。クローゼットに遺体が隠されていたことに加え、頭部には鈍器で殴打された形跡があり、明らかに事件性を疑わせる状況でした。クローゼットで遺体が見つかってる以上さ、もう事件じゃないとは言えないわよね、もうね。警察は早速現場となった家で暮らしていたイ・ギヨンの犯行とみて捜査を開始。そしてこの捜査の糸口は被害者のスマホに残されていたんです。警察が被害者 A さんのスマホを調べると、 A さんと家族のやり取りは遺体が見つかる5日前の12月20日の夜に一度途絶えているんです。連絡が取れないことを不審に思った家族が何度電話しても出ることはありませんでした。そして25日午前3時頃、ようやくメッセージが断続的に送られてきます。仕事が忙しくてなかなか連絡できなくてごめん、バッテリーが切れそうだからまた後で連絡するよ。一見するとそこまでおかしくはないように思えますが、家族にはどうしても引っかかるものがありました。メッセージは普段の
の A さんの口調とは明らかに異なり、さらに彼は電話しようとしても頑なにメッセージに固執し続けたんです。警察は A さんからのメッセージは遺体が見つかった家の持ち主イ・ギヨンが送ったものとみて彼の行方を追いました。そして遺体発見の翌日、意外な場所でイ・ギヨンの身柄の確保に成功するんです。そこは病院のベッドの上。病院なのに何かの病気、それとも怪我かしら。どちらにしても最悪なクリスマスね。警察はギヨンについて取り調べを行うんですけれども、そこで彼の身勝手な行動が浮き彫りになるんです。金目当ての犯行。警察が病院に搬送されたイ・ギヨンの元を訪れると、彼は怪我を負って治療を受けている最中でした。彼が怪我をしている理由は見知らぬ人々に絡んで喧嘩になったから。その日ギヨンは偶然出会った男5人にお前ら酒と肉をおごってやるよと言い放ち、おごっていたんです。彼は酒に酔うと俺はビールを8棟持ってるんだと自慢げに話していました。そして見知らぬ人々に一緒に仕事をしないか、人を殺せるかと尋ねたのですが、それが喧嘩の原因となってしまったんです。さらに搬送した救急隊員に対し、喧嘩で負った傷をこれは残忍な拷問の跡なんだと嘘をつくします。こうして病院で発見されたギヨンは A さんの殺害容疑で26日正午頃に逮捕されたんです。なんだか羽振りが良さそうではあるんだけど、全部嘘くさいわね、言ってることが。本当そうなんです。彼はなぜねそれほど羽振りがいいのか、それは彼の自供によって判明するんです。一体 A さんとギヨンの間に何があったんでしょう。12月20日、ギヨンはキョンギドコヤン市の飲食店で恋人とその両親と酒を飲みながら食事を共にしていた。そして食事が終わるとギヨンは車で帰ろうとする。ちょっとお酒飲んでるんでしょ。なーに平気さ。恋人の制止を振り切って飲酒運転で帰宅しようとしたが、22時5分頃彼はタクシーと交通事故を起こしてしまった。困ったギヨンだが、ここであることを思いつく。示談金や修理費は私が多く払います。私の家が近いのでそこで示談金を決めましょう。こうして A さんを自宅のアパートに誘い込むと、示談金は払えないと態度を表現。それなら通報するまでだと A さんが警察に通報しようとしたので、ギヨンは彼を突き飛ばし家にあった鈍器で頭を殴打して殺害した。殺害後クローゼットの中に遺体を隠したのだが、彼が犯した罪はそれだけではなかった。ギヨンは A さんのタクシーをアパートから約 1km 離れた空き地に乗り捨て、さらに両方の車のドライブレコーダーのメモリーカードの記録を全て削除した。その後ギヨンは A さんのクレジットカードで高額のペアリングを購入し、高級居酒屋やホテルで散財。 A さんのスマホを利用し高額のローンも組んでいた。彼が逮捕されるまでのわずか5日間で使った金額は日本円で約600万円。じゃあまあ羽振りが良かったのは A さんの財産を奪ってたからなのね。そうなんです。ギヨンはね A さんを殺害する前は口座とね手持ちを合わせても7万円しかねお金がなかったんです。まあそれほどね困窮していたのもありますし、しかもね飲酒運転を過去ね何回もしてたんで、また起こしたらやばいっていう意味での口封じっていうね、そういった背景もあったんですよ。まあそんな状況ならさ、示談金なんてもう渡せるわけないじゃない。元々から殺すつもりだったんでしょうね、本当に。まあ、そしてねこの事件が発覚したことで、実はねもう一つのね事件っていうのも明るみに出てくるんです。もう一つの殺人事件。クリスマスの朝に明るみになったクローゼットの中の殺人事件。しかしこの遺体は始まりに過ぎなかったんです。警察はギヨンの自宅を家宅捜索し、押収したスマホの解析を進めました。すると捜査を進めるうちに不可解な点が出てきたんです。実は彼のものと思われていたアパートとスマホはどちらも50代の女性ウさんのものだったんです。ギヨン、彼女は今どこにいるんだ。わかりません。前は同棲してたんですが、8月に家を出てしまってから連絡が取れなくて、警察はギヨンの言葉を簡単に信用することはできませんでした。なぜならウさんのクレジットカードの使用履歴を調べたところ、短期間に約200万円もの額が使用されていたため、失踪した直後にクレジットカードで散財。その行動はタクシー運転手の A さんが殺害された後のギヨンの行動と全く同じでした。警察がこの事実について問い詰めると、彼はついに自白。彼女を殺して遺体を車のルーフボックスに入れてから河川敷に捨てました。警察はギヨンの自白をもとに彼の元恋人ウさんの遺体を捜索。しかしこの時点ですでに4ヶ月が過ぎており、遺体が見つかることはありませんでした。もう一人殺してるし、しかもこっちも金目当てっぽくない？ほんとそうなんですよ。ウさんの殺害について調べるうち、彼のねこれまでの人生も見えてきたんです。
ウを殺害した理由、それは警察に犯行動機を問われたギオンは金銭問題で揉めていたことを打ち明けました。彼はウさんに多額の借金をしており、その返済を迫られていたというんです。もうどうにもならなくなってしまって、それでギオンは犯行当時ウさんと口論になり衝動的に殺害してしまったと自供しました。しかし警察は計画的犯行とみて捜査を進めていきます。そして2人の関係性をつかむことに成功。ギオンがウさんと出会ったのは2017年のこと。当時ギオンは結婚していましたが、風俗店でウさんと出会い元の妻と離婚。2021年12月から同棲を始めているんです。最初ギオンは、自分はビルを8棟持っている資産家の孫だ、自転車関係の店を複数経営しているから資産も収入も多いんだと話していましたが、実際にはまともな仕事にはついておらず父親のすねをかじって生活していました。ちなみに中学生の同級生は、学生時代ギオンは本当に嘘ばかりついていた、大人になってからもどこまでが本当でどこまでが嘘かわからない嘘を繰り返すから友達たちと疎遠になったと語っているほど嘘ばかりついていたんです。どうしようもねえなこいつ。昔から見え張って嘘つくタイプだったわけね。彼はね、息を吐くようにね嘘をついて生きてきたことからリプリー症候群だったんじゃないかって言われてるんです。嘘症候群というわけで、本日のメトラキーワード、リプリー症候群について。リプリー症候群とは、自分が作り上げた虚構の世界を真実だと信じ嘘の言葉や行動を繰り返す人格障害の一種。この名称は小説太陽がいっぱいの主人公トム・リプリーが自分を裕福で魅力的人物として偽装するために嘘を繰り返し、ついには殺人まで犯してしまう姿から生まれたんです。リプリー症候群の人は現実での劣等感や挫折感を埋め合わせるために自分を実際よりも優れた存在に見せようとする。そのため周囲の人を騙して注目を集めるために嘘を繰り返しますが、自身は嘘を真実だと信じているため罪悪感を感じない場合が多いんです。ギオンは金がなくなるとウさんに経済的に依存するように。例えば2022年6月、ギオンはウさんの名義で約340万円のカードローンを組ませ、80万円を自分の口座に送金させています。ウさんからそれだけの金額を巻き上げてもなお、ギオンは周囲の人々に借金をしてはクレジットカードの延滞金に苦しんでいたんです。さらに7月にはコロナ関連の支援金詐欺がバレてしまい、延滞した税金の支払いなどでどうにも立ち行かなくなってしまいました。このようにどこまでも浪費癖の治らないギオンはとうとう初めての殺人に手を染めてしまうんです。2022年8月3日、ギオンはインターネットで調べ物をしていた。検索ワードは、飲んだら死ぬ農薬、除草剤を飲んだ時の症状、携帯電話のロックの解除方法など。彼はウさんの名義のアパートと銀行預金などを奪おうと考え、殺害計画を立てたのだ。しかし薬物の入手は困難。まあ、殴って殺せばいいか。ギオンは同日午後3時頃、自宅寝室で眠るウさんの頭部や体など10箇所以上を鈍器で殴打し殺害。遺体は車載用のルーフボックスに入れて川のあたりに遺棄した。よし、次は金だ。ギオンは犯行後、ウさんの携帯電話のSIMカードを抜いて自分の携帯電話に挿入、ロックを解除しインターネットバンキングで自分の口座に送金。さらには被害者名義のクレジットカードも使っている。その額合計約800万円。その金も3ヶ月で使い切ってしまうと、2022年11月には自分が住んでいた彼女名義のアパートまで売却しようと試みた。彼は名義の売買契約書を偽造しているのだが、その流れの中で自分の父親からも約100万円を借りたとされる。つまり彼の父親も被害に遭っていた。しかも犯行直後にはパジュ、変死体、川、水流の方向などを検索していたことも判明。彼はいつか死体が見つかるのではとの不安に怯えつつ、浪費を止めることはできなかったのだ。こいつさ、金をなんか使い続けないと死んじゃう病気みたいになっちゃってんじゃない？どんだけ使うのよ。2人をね、殺した後に奪い取った金額だけでも1400万円ありますから、うん、まあ、それでもね、お金が足りないっていうわけですから、うん、まあ、彼はね、浪費癖があったんでしょうね。こうしてね、彼は裁判にかけられることになったんです。下された判決、2023年2月、2人の命を奪った罪を問われ、ギオンは法廷に立ちました。検察側はギオンを金銭欲に目がくらみ、2人の人間を冷酷に殺害した極めて悪質性の高い犯行と厳しく断罪。特にウさんに対する殺人については、事前にインターネットで殺害方法を検索していたことなどから、計画性が認められるとして死刑を求刑。一方、弁護団は、ギオンは経済的困窮から精神的に追い詰められた状態であり、犯行は衝動的に行われたものと主張。彼の生い立ちや性格的な問題を
上げながら情状酌量を求めました。そして後半ではギオンの精神鑑定も行われたんです。その結果、彼は自己中心的で他人の感情に共感することができないといったサイコパス的傾向が見られるものの、責任能力に問題はないと判断されたんです。そして法廷でギオンは殺害を自供しましたが、お金がなくて追い詰められて殺すつもりはなかった。彼の言葉はあくまで自己保身のための言い訳に過ぎなかったんです。そして判決の日、裁判長は静かにこう言い渡しました。被告人イ・ギオンを無期懲役に処す。さらに彼には電子足輪を30年間装着することも義務付けられたんです。なんかもうギオンの言い訳にはもう何の意味もなさそうだし、刑務所から出れないのはもうそれで決まりっぽいわね。まあ、ただね、この事件ね、本当に恐ろしいのは殺されたのは2人だけだったのかっていう点なんですよ。2つの殺人事件の全容が明らかになったものの、事件はこれで終わりではありませんでした。彼の自宅からさらなる不穏な証拠が見つかったんです。おい、これを見ろ。ソファーと靴、それにキャンプ用のカートからも血痕が検出されたぞ。まさか第三の被害者がいるのか。警察はギオンが使用していた車からも血痕を発見。綿密な DNA 鑑定が行われた結果、血痕は殺害されたウサン以外にギオンが喧嘩をしたというウサンの知人女性、さらに他にも数人の女性のものであることも明らかに。ギオン、この血痕は一体誰のものだ。警察は新たな殺人の可能性を視野に入れ厳しく追及。しかし彼は身に覚えがない、殺したのはウサンとタクシー運転手だけだと頑なに容疑を否認。警察はギオンの過去を徹底的に洗い直し、交友関係を中心に捜査を進めました。しかし結局第三の被害者を示唆するような情報は得られなかったんです。ただたとえ殺人に至っていなくても、ギオンが血を流すまで女性たちを殴っていたことはそれらの血痕から疑いようもありません。遅かれ早かれ、ギオンはいつか殺人を犯すような人間だったのかもしれません。もしあなたがギオンのように借金で首が回らなくなってしまったら、どうやって解決しますか？おさすけんちゃんです。にゃんにゃんかね。オンラインサロン秘密結社アルゴメトリーも公開してから数ヶ月が経つんですけども、うん、もうね、大反響をいただいております。めちゃくちゃ盛り上がってるわね、うん。まあ、オンラインサロン何やってんのって入ってない方はわからないと思うんで、ね、怪しく感じてんじゃない。ちょっと改めてご紹介させていただければと思います。 YouTube は結構規制が厳しかったりするんで、そっちでは上げられないようなサロン限定の動画っていうのを配信しております。まあ、一体どんな動画が上がってるのかってところで、結構動画も溜まってきておりまして、ね、うん、オウム真理教事件、エプスタイン島事件、日本軍731部隊、ジャパンライフ巨額詐欺事件、新潟少女監禁事件、第一生命19億詐取事件、藤沢市母子5人殺害事件、韓国伊豆原バラバラ殺人事件、あとテッドバンディ、あと旭川中学生投資事件、韓国の学校性暴行事件、コロンバイン高校銃乱射事件、ロシア中学生銃乱射事件、光市母子殺害事件、あとナイツ花さんとのコラボ死についての完全版と芸能界の裏話点と、あとは松戸市の女子高生転落死事件ってところで、どれもね YouTube でやるには難しい動画があるんで、ちょっとそちらオンラインサロンの方で取り上げさせていただきつつ、ただね、事件をエンタメ化しようっていうのは意図としてはないので、サロンの収益の一部を犯罪被害者の会だったり一般的な基金だったり募金させていただいておりますので、ちょっとそういった中で YouTube とオンラインサロンで住み分けをさせていただければと思います。それ以外にもね、サロン限定のライブ配信だったりとか、僕とかやみこさんとオンラインで1対1で話せるワンオンワンだったりっていうのもありますので、うん、もしね、僕らと話してみたいとか、個人的にこういうのでちょっと人生悩んでるんですよねっていう方にはね、うん、非常に好評をいただいている企画でもあるので、うん、興味あればぜひ参加いただければと思います。あとは最近で言うと、東京でオフ会、うん、バーベキューの会とかを開催しようっていう計画だったり、各地方とかね、僕らたまに行くんで、その時にも皆さんとお会いする機会を作れればなと思ってます。そういったオフ会の先行予約だったりもできますので、もう盛りだくさんの内容になっておりますので、ちょっと興味あればね、概要欄固定コメントの秘密結社アルゴメトリーからぜひご参加いただければと思います。期間限定で無料期間もやってたんですけれど、うん、あとちょっとでね、無料期間終了にさせていただければと思うので、うん、ぜひ今のうちにサロン覗いていって、で、興味あればそのまま入っていただいて、興味なかったら抜けちゃえば1円もかからないので、いろいろね、見ていただければと思います。まあ、いずれにせよ、アルゴメトリーのコンテンツっていうのをもっともっと深掘りして、世の中を知りたいっていう方、そして、ね、他のメトラーさんの方とちょっと交流してみたいっていう方、もしくは交流はちょっと苦手なんだけど、限定のコンテンツを見てみたいっていう方、いろんな方がいらっしゃいます。その上でね、皆さんが自分なりのスタイルで参加していただければね、僕らも嬉しいので、この YouTube ももちろんこれまで以上に頑張りますしね、オンラインサロンの方でも引き続きよろしくお願いいたします。